はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ココミチャンネルのショーが、今日は、ハンガリー首相、オルバーンをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあ、あの、オルバーン首相ね、まあ、いろんな、まあ、あの、過激だというふうに捉えられて、まあ,あ、西側とか、まあ、アメリカのニュースではね、叩かれてますね。<laughs> まあ叩かれてるんですけど、まあ、あの、真面目で一生懸命な首相です。 ハンガリー国民にとっては、あの、本当に頼りになるね。まあ、いい首相なんですよ。で、まあ、オルバーン首相、いろいろ最近ね、まあ、物議をかむす発言が多いんですが、あのー、まあ、番外編としてね、まあ、今までにオルバーン首相がお話ししたことを、ちょっとまとめてね、あの、お話ししたいと思います。あのー、そんなにすごい、あの、世界のね、重要な話ではないんですよ。まあ、今までね、 あの、オルバーン首相の話を動画でアップさせていただいた内容は、結構重要な鍵を握っている話なんですけど、まあ、そうではなくて、まあ、オルバーン首相の個人的な意見が交えて、まあ、入っているお話になりますね。あの、まあ、しっかりされている方なんでねあの、つい先日の動画でもあの、謎の注射 X、その注射ですね。 まあ皆さん何回もされてる方もいますけど、あれがどうやらなんかこう悪いというふうに、まあ、オルバン首相のハンガリーは、まあ、いろいろ調査したんでしょうね。まあ、結論としてはダメだと。嘘だったということで、一方的に契約破棄をする宣言をしたんですよ。で、これを、まあ、あの、しと捉えるか、いや、悪いやつだ。 ね、勝手だって捉えるか。まあ、これ世界のニュースで違ってるんですよね。でもちろん、あの、製薬会社側のね、あの、ニュースだと、そういう擁護してる国のニュースは、契約を打ち切ってね、それを購入したのに支払いをしない。踏み倒した、ひどいやつだ。っていうニュースが流れていますね。そうじゃないニュースもあるんですよ。例えば、あの、ハンガリーを支持する国っていうのがあってですね、 あの、まあ、いろんなポーランドとか、まあ、周辺国あるんですけれども、そこの国ではやはり同じようにね、あの、契約破棄をすると。支払いをもう一切しない。1ユーロも払わない。というふうにポーランド、ブルガリー、リトアニア、ラトビア、クロアチア、スロベニアがハンガリーに賛同して、我々も同じようにすべて破棄すると。 もう一本も打たせないと、国民に。で、支払いはしないというふうにね、支払い拒否の声明を発表しました。まあ、これって、ハンガリーのオルバン首相が一番最初にね、声を上げたんですけど、うん、だから、あのー、周りの国はね、そうしたかったけど、様子を見ていたんですよ。叩かれるんでね、叩かれるんですよ。で、制裁受けたりするんですよね、EU からね。 ハンガリーも何回も呼び出されて、オルバン首相がね、EU 委員会に。で、まあ制裁を受ける、受けないという話を何回も今までされていますね。まあギリギリ、まあ、かいくぐって大丈夫なんですけど、まあ今後ね、これ以上過激な発言をすると、まあ制裁が加われる。まあ制裁を受けるようなね、状態になるのかもしれないですね。なんでも頑張っていただきたいですよね、本当にね。国民のために頑張っています。 でその、まあ、オルバーン首相の、ね、お話ですけれども、あのオルバーン首相のお話の中でね、あの私個人が、まあ、印象的に思った話で、世界の人たちはその重要じゃないのかもしれないですけどあの、聞いていてね、こんな話があったんですよ。あのジョージ・ソルスという、ね、ハンガリー出身の投資家が、まあ、金儲けをして、まあ、世界でも有数の金持ちになったと、でそうなった、まあ、特集をテレビ局でもしたりしてね。 まあ、ヨーロッパでもしてるんですけども、そうすると、あの投資してお金を儲けるというスタイルが、人生においてね、人生の成功者だというふうに称賛される傾向が出てきてしまった、それは私はあまり良くないんではないかと思うということをオルバン首相は言っていたんですよで。そのジョージ・ソロスみたいにね、大金を投資で儲ける、でもよく考えてみてくださいよと。 例えば、ある研究をしている研究所に投資をすると、まあ、株を買うとかね。で、株価が上がり、その研究所の、まあ、何か大発見だったり、まあ、あの発明した薬だったりね、それが世界で爆発的に広まれば、まあ、当然、投資したお金が何十倍、何百倍にもなって返ってくると。多額な利益がね、もうすごいお金が儲かるんだと。まあ、それは 世の中の仕組みなんでね。まあ仕方がないのかもしれないけれども、よく考えてみてくださいって言うんですよ。オルバァン首相は。その、研究をして一生懸命頑張って薬を開発している人がいなかったらどうなるんだと。だから投資をして儲ける、そういう人もいてもいいのかもしれないけれども、早い話が一生懸命開発して薬を作るという 実際に労働してね、働いている人、そういう人がいなければ、ジョージ・ソロスは儲からなかっただろうと。そうなんですよね。実際に労働をしている人が大事なんだと。投資をしている人は、お金でね、じゃあこの金を預けよう。お前に投資してやろうと。で、うまくいけば、よしよしよし。何倍にもなったな、っていうことで。 全然努力してないっていう話なんですよ。それって努力をしているのかと。で、今までの社会はね、例えば、あの、まあ、農業製品を作るにしても、種をまいて、で、まあ、芽が出てね、水をやって、栄養をやって、大きくなって、世話をしてね、で、天候を気にしながら、で、実がなったらその実を収穫する。で、収穫して、 今年はいいものがなったなというふうにね、非常にまあ満足感を得ながら、それを市場なり、スーパーにおろしたりして、みんながそれを美味しそうに食べて、その食べる姿も見て、あれは私たちが作ったんだぞというふうにね、それでお金も得て、喜びも得るんだと。そういう労働の循環っていうのが今までは必要で大事だと思われている。 ま、これは大事だと思われた、あの、本当、中心ですよね。人間生活の。今まではそれで成り立ってきたんだけれども、ジョージ・ソロスみたいな人間が出てきたことによってね、その、労働する若者が少なくなってきてしまったんだと。要するに、お金を何かに投資したりかければ、何倍にも増えると。そういうことばっかりを印象づけてしまってね、 実際に労働したお金を儲けようという若者が異常に少なくなってきてしまったというんですよ。これ日本でも同じような傾向ありますよね。だ黒猫マトの宅急便の配送の方が人手が足りないって、まあ、人が倒れてるのもあるんですけど、あの、これ言うとね、あの、いや、そんな倒れてねえよとか言う人いるんですよね。そうじゃなくて倒れてますよ。あの、天国行っちゃってるとか言ってないんですよ。 具合が悪くて倒れてるんですよ。天国、あの今に行っちゃう人もいっぱいいてしまうかもしれないですけど、あの、とりあえず倒れて、あの、それでも人が、イギリスでもそうですよ。あの、倒れてるんですよ。具合悪いんですよ。本当に。で、あの、天国行っちゃってる人もいっぱいいるしね。あの、で、配送のお仕事って、そうじゃなくてもね、まあ、そんなにバカみたいなお金高くないじゃないですか。で、怒られるんですよね。いないとまた、キンコンってやって留守だとまたもう一回来なきゃいけないとか。 で、なんかなかなか持っていかないといつ届くんだとかね。まあ、クレームの嵐なんですよね、とにかくね。でもう嫌になっちゃって、辞めちゃう人が続出。で、あの給料で、あんななんか、ひどいこと言われたりね、されたりするんだったら、もう嫌だよって言って、すぐ辞めちゃうんですよ、本当に。きついですよ、結構。だって自分で荷物も積み込んで、朝早く行ってね。で、 またその荷物を一生懸命配って、再配達だったらちゃんとなくさないようにまた保管してって繰り返してやんないといけない。重労働ですよね。まあそのおかげで荷物が届いてありがたいわけですよね、我々はね。だけどそういう方々が少なくなっている。その配送の仕事とかね、まあ黒のか山手の仕事をする人が少なくなっているんですよ。やりたいって人がね。なぜかというと、だって為替とか株でボタン、 携帯でピピッて押して、倍になったら、それでまあ今月食べていけるからもう働かないんだとかいう若者が今増えてるんですよ。で、オルマンさんはそれを見ていて、ハンガリー国内でももちろんいるんですよ。それはね、よくないって言ってるんですよ。何かが間違った方向に来てしまってるんだと。ジョージ・ソルスのやつがいけないんだっつってですね、ハンガリーではですよ、まあ、代表なんで、ハンガリー出身なんでね。 だから、本当にあの悪い影響を与えてると。そうじゃない人間っていうのはね、ちゃんと働いて、一生懸命やって、それが肉体労働じゃなくてもいいんだと。とにかく一生懸命何か頭を使ったり、一生懸命働いて、得たお金で暮らす。で、それがすごく多くなくても、ちゃんと暮らしていけてね、たまに、あの、美味しいものが食べられたり、外食してね、 で、誕生日にはプレゼントを買ったり、あげたりね、もらったり、ああ、よかったねって言ってね、で、クリスマスにもプレゼントを交換したりあげたり、そういうのがいいんじゃないかと。私はそういう生き方が好きなんだと言ってるんですよ、オルマンさんは。今は違うんだと。ジョージ・ソロスの影響でね、子供たちを見ているとね、例えば、任天堂の ゲームの何々が発売されましたっていうと、誕生日に買うとかね、お誕生日にプレゼントとかじゃなくて、もう何々何月何日に発売されるから買ってよっていう子供が増えたんだと。それはおかしくないかって言ってるんですよ。誕生日とかにもらうものだろうと。何月何日に発売だからね、買ってよって。いや、それって、何、何を、それは安易にもう、 出たからすぐ欲しいっていうね。で、それを買ってあげてしまうと。もう、それも、親も親だっていう話ですよね。だから、それが、なんかね、だんだんその延長線上で子供にそういうことをしていると、だんだんね、子供は、簡単にお金が儲かる仕事、要するにジョージ・ソルスみたいなね。でも、本当は働いてる人がいて、血の滲むような労働をして、そこで、 成功するから投資が、お金が増えるわけですよね。だから、ちゃんと働いてる人がいなくなってしまっている、この今の現状というのは、投資する相手がいなくなってしまうので、それも,もう自滅だろうと。共倒れ。これはね、質が下がるし、レベルは下がっていくだろうし、社会が回っていかなくなると。それを何とかして食い止めたいという話なんですよ。 そういうことをきちんと伝えるのが我々の義務であってね、あの、国のトップに立つ人間たちの役目ではないかと私は思うと言ってるんですねで。何の不自由があるんだと。働いて、労働して、お金を得てね。で、そのお金も生活ギリギリだったらそれはね、辛いかもしれないけど、少し余裕があって、誕生日とかクリスマスにはプレゼントがちゃんと変えて、 ちゃんと1週間に1回外食がで,きてで、何、生活不自由なくできる。それの何がいけないんだと言ってるんですよ。楽しいじゃないかと。楽しみはお金だけなのかいって言ってるんですよね。そうじゃないでしょうと。楽しみはね、人と人とのね、やりとりだったり、生活の中で親子で失敗して笑ってね、 あの、ああ、こんなことがあったって言って、笑い飛ばしたり、そういうのが幸せなんじゃないかと言っているんですよ。なぜお金、お金、お金で、お金だけの世界になってしまっているんだと。非常にそれはね、危惧しているところだという話をしていますね。もっと地に足のついたね、生活をして、ちゃんと労働すると、こういう生活が得られるんだ。そういう、 一生懸命働くというね、汗水垂らして一生懸命働くことの価値っていうのをちゃんと教えていかないといけないんではないか、という話をしています。まあでもオルバンさんの言う通りにね、そうやってあのみんなが、ああ、この仕事じゃ一生懸命、あの人も頑張ってるんだから一生懸命やろうとかね、あのお父さんもああやって頑張ってるんだから自分も一生懸命どんな仕事でもやろうとかね、そういうふうに思えば、あの偏りはなくなりますよね。 でとりあえず、あの仕事をやってみたいな、大変だけど、仕事は何でも大変だからな、と思って取り組んでいく。でそういう姿勢であれば、まあ、どんな仕事でもね、まんべんなく仕事を、あの、困んないわけですよ。人が欠けるなんてことなくなるんですよね。でも今はそうじゃなくて、あの綺麗な仕事でね、より楽な仕事で、 あの、本当スマートフォン一つで仕事ができて、ガンガン儲かる、お金が入ってくる、転がり込んでくるっていう仕事をみんな探してるんですけど、頭おかしいですよね、はっきり言って。そんな仕事があるわけないじゃないですかね。いや、あの、いや、そうか、あるわけないって言うと語弊があるんですね。そうやって暮らしてる人実際いるんですよ。いるんだけど、それはね、やっぱりね、持っている運だとかね、ちょっと特殊的な勘が働いてる人なんですよ。 でそういう人確かにね、いるんだけど、それって、もうそういう人なんですよ。だからその人の真似してね、同じように楽してってできないですよ。普通の人はそれはね、実現しないんです。で、この間、年金の話をしたらね、あのコメント、まあ、あの削除しちゃいましたけど、あの私は意味沿わなければ削除します。で、なんかね、削除したらね、すっごいクレーム来たんですよ。いっぱいあっちこっちから。 もうなんかの組織なんですかね <laughs> あの、すごい怖いくらいの、なんで人の意見を削除するんだって。いやいや、これ私の動画チャンネルなんで、私が管理してるんですよ。だからもう余計な意見は削除します。はっきりね。冗談じゃないですよね。だって本当に前も言いましたけど、例えばレストランやってるのにね、お客が暴れ出したら、私はつまみ出して二度と来るなって言いますよ。お客様とか言わないです、そんな奴に。 だって、暴れてるんですよ。おかしいじゃないですか。そんなやつ来る必要ない人よ。二度と来ないようにしますけどね。でも今って違うんですよね。なんかお客様とか言っちゃってね。あの、あすみませんでしたとか言って、謝る必要ないですよ。暴れてるんだから。<laughs> 暴れてる方が悪いでしょ。ね。まあ、そんなやつつまみ出せばいいんですよ。本当に。いや、だけど、あの、分かってないんですよね。あの、なんだろう。言論の自由だとか言っちゃってね。 だってレストランでじゃあ大声出して、うんこうんこって叫んでいいんですかみんなが食べてるのに。言論の自由なんですかそれって。違うでしょ言論の自由というのはね、ちゃんとね、わきまえていて話す、発言するというところに自由があるだけで、何でもかんでも好きなことをねあの、口から出せばいいっていうことじゃないんですよ。全く勘違い。もう、だからそういう人たちがいるからもうダメになってきてるんですよ、日本もね。 とんだ勘違い、甘えですね。本当にね。あの、ちゃんとしっかりしてないのにね、自分がこうだ、ああだっていう人ばっかりになってきてると。それはね、あの、わきまえないといけないしね、もっと自分を鍛えないといけないんですよね。己がわかってないんですよ、全くね。己にちゃんとしたね、知識なり力なりないのにね、あの、もうハリボテ状態。俺がこうだ、私はこうですっていうね、あの、本当に貧弱な知識で噛みついてくる方が多いということですね。まあ、 時代なんでしょうかねそれはね。まあでもまあオルバンさんが言う通りね。やっぱり人間努力して何でもやってみて頑張ってね。一生懸命やって得られるものというのが、まあ、本物なんじゃないですかね。本当に仕事をしたんだっていうね。やっぱり仕事ってそうじゃないといけないと思うんですよ。本当に一生懸命やって、うわ、大変だったなって言ってね。一生懸命やって得られる。それが本物なんですよね。 だから今の,あの批判じゃないですよ。あの歌手の人見たら分かるじゃないですか。あの AKB、えっ、ー、と、私テレビいないんでね、名前がよく分かんないですけど、48でしたっけ ?48。あと、乃木坂6、えっ、ー、と、46ですか ?46。だからあの、46人とかいるわけでしょだい大体あの。何人か本当、正確には分かんないですけど。で、AKB だと48人とかいるわけでしょ要するに40人、50人、 タバになってかかんないと、昔の歌手一人にかなわないってことですもんね。だって昔だったらあれですよ。西樹秀樹なんか一人で東京ドーム満杯ですよ。一人で。今あれでしょあの、誰がやったってその四、五十人タバになってかかったって、満杯にできるかできないかでしょだけどもうずっと満杯でチケットが買えないぐらい満杯でしたよ。すごいですよね。んで、あの、なぜそういうふうにできたかって言ったら、 そりゃもう命がけだったですよ。本当に。もう命をかけてアイドルをやってたんですよ。もうみんな必死。マネージャーも、その社長もそうだけど。でもそうじゃないですもんね、今ね。今、四五十人が束になって、ね、ヘナヘナしながら。 なんか踊ったり歌ったりしたらいいんでしょ今、あんな歌じゃ、あんな歌じゃないでしょあんなの。本当に。まあ、ファンの人に殺されますね。本当に。いや、だけど、あんなの歌じゃないですよね。本当にね。歌なのかなあれって。私の中では歌じゃないですよ。あんなの。あんなもうどうでもいいようなものですよね。いや、だけどね、本当にね、まあ、だんだん沈没ですかね。日本もね。 いや、このまま行くとね、だから履き違えの、まあ人たちが多いので、だんだん沈んでいくわけですよね。オルバン首相がおっしゃる通り、本当にね、あの人間は一生懸命やってお金を得る。それが、まあ、対価なんですよね。そうやって得るものは大事だしね、尊いものなんですけれどもうん、でもそういう価値観が薄れていってるという現代社会、非常に危惧されていました。私もそう思いますね。 まあ日本も、あの、ハンガリーとかね、あの、人のこと言ってらんないですよ。本当に。沈んできてるんでね。まあ、だから沈んできているタイミングで、おそらくは、まあ、人間通ったみたいなね、大きい出来事がいっぱい来てしまうんですよ。おそらく多分これはね、偶然ではないんでしょうね。必然なんでしょうね。要するにもう、ダメだねっていうことなんでしょ誰かがそう言ってるんですよ。だから、まあ、とりあえず、 あちょっと元に戻そうか、みたいなね、リセット的な感じで。まあ、ちょっと、あの、人口をね、少なく、まあ、誰かがしなくても自然になりますね、これはね。本当にね。だって一発ね、太陽フレアね、あの、X200 とか来たら、多分10分の1ぐらいになっちゃうでしょ人口はね、一気にね。うん、まあ、本当そんなもんですよ。みんな倒れちゃうんでね。だまあそんなこともわからずに、日々、へへー、ボンボンとね、あの、 ね、お金を求めて生きてらっしゃる方がいっぱいいるということで。いやーね、まあ皆さんね、いろいろ考えるところあると思いますけれどもね、まあ、ほんとしっかり前を見つめて進んでいかないといけないということで、まあオルバン首相、お金じゃないんだよと。ね、まあお金はあるに越したことはないけれども、価値がお金に傾く社会。それはハンガリーでは まあ、訂正していかないとね、いけない。そうなりつつあるあの危機感を持ってらっしゃるということですね。というオルバン首相のお話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。